山崎孝之山崎孝之山崎孝行き、1981年2月14日帯は、正義騎士。騎士番号は227、森の部門下。広島県広島市西区出身。本名は、山崎孝之。本名の、木はいわゆる、立つ先、山辺に、木であるが、一部の日本語環境で表示できないなどの、理由から、2006年度より、 日本将棋連盟による正式表記が山崎に統一された。本校でも山崎を用いる。1992年11歳の時に森信夫門下で新進騎士奨励会に入会。中学時代の1993年より森の家で内弟子として暮らしたが、1995年に阪神・淡路大震災の影響で森の家が住めなくなったことに加え、 山崎の将棋のことしか頭にない言動に森が激怒し内部士関係を解消し広島の実家に戻る一方でほぼ順調に昇級商談を重ね1995年6月中学3年の時に三段となるしかしながら三段リーグでは苦戦し在籍した5期2年半の勝率は5割台であったしかし1998年4月のプロデビュー後 特に3年目以降からは、一転して、非常に高い勝率を上げるようになり、通算勝率で、ハブヨシハルに次ぐ2番手を、木村一騎、深浦光一らと長く争ってきている。たびたびタイトル戦の予選の上位に進出し、例えば、大井戦では、第42期、2001年、及び、第45、46、48、49期の、 挑戦者決定紅白リーグに入っている。第45期、2004年では、白組で優勝したが、赤組優勝のハブヨシハルとの挑戦者決定戦で、惜しくも敗れ、タイトル初挑戦を逃した。2000年度、第31回新人王戦で喫戦初優勝、当時19歳。同期戦での10代の優勝者は、森内俊幸、ハブヨシハルに次ぎ3人目である。さらには、 4年後の第35回でも優勝している、後日。2002年度第21回早指し新栄戦で優勝。この回をもって終了した、同期戦の最後の優勝者となる。2003年度第16期竜王ランキング戦5組で優勝。本戦トーナメントでも2勝を挙げる活躍。また、2002年度から2003年度にかけて、 歴代3位体の公式戦22連勝をマークする。2004年11月4日、第35回新人王戦決勝で佐藤晋也を破り2度目の優勝を果たす。第54回2004年度 NHK 杯戦において決勝で羽生ヨシを破り、全騎士参加期戦での初優勝を達成。そのすぐ後、準タイトル戦の朝日オープン将棋選手権で、 ハブ選手権者に挑戦し、同じ顔合わせでの対決となる。自身初の和服での番勝負に臨んだが、0から3のストレートで敗退した。これらの活躍から、2005年1月から12月の獲得賞金、対局量ランキングで2299万円で、全騎士7位となった。無冠で6段の騎士がベスト10に入るのは異例である。また、これにより、 2006年の JT 将棋日本シリーズへの出場権を得た。2005年度、第64期順位戦 C 級一組で受戦、全勝、渡辺明にも勝利し、渡辺と共に B 級二組へ昇級。連覇を期して臨んだ、第55回、2005年度 NHK 敗戦の準決勝、対、渡辺明戦、2006年1月9日放送で、 罪を逃して惜しくも敗れる。投了の直後、バカすぎるというぼやきを連発した。とはいえ、谷川浩二は、この一曲を終盤の名曲であるとして、2006年の NHK 将棋講座の中で取り上げている。2006年に七段に商段。これは、竜王戦の規定による商段の条件の一つが、竜王ランキング戦2回連続優勝から、 竜王ランキング戦2回連続昇級へ緩和された後に適用された初のケースであ、なお、大平武弘、片上大輔も同じ条件で同じ期に商談している。また、これにより、師匠、森信夫の段位を師匠が現役のまま複数の弟子、村山清と山崎が追い抜く珍しい記録も作った。2007年度、 第66期順位戦 B 級2組で8勝2敗で1位の成績を上げ B 級1組へ昇級。2008年5月2日、第21期竜王ランキング戦2組の準決勝で勝利し、初の1組入りを決める。決勝でも、久保敏明に勝って2組優勝し、賞金280万円を獲得した。この活躍もあり、2008年の賞金。 対局ランキングでは1439万円で15位となり、出場枠の選出順で最後尾の16番目で2009年の第3回大和賞券ハイネット将棋、最強戦への参加資格を得た。すれすれの出場権獲得ではあったが、蓋を開けてみれば、羽生義晴名人、鈴木大輔八段、久保利明紀夫、そして決勝、2009年8月2日では、 当時絶好調の木村一揆八段、称号、ダニーはいずれも当時という並みいる強豪を倒しての優勝という結果であった。2009年7月27日、第57期王座戦挑戦者決定戦において、中川大輔七段を破り、初のタイトル挑戦を決める。しかし、王座戦五番勝負では、羽生義晴王座に三連敗を喫し,し、タイトル獲得はならなかった。 2011年の竜王ランキング戦では2組2位で本戦出場、1組に復帰。1組に復帰した2012年は2位となり、戸島正幸、飯島栄治を破って、丸山忠久との挑戦者、決定3番勝負を戦うも1から2で敗退し、またもタイトル挑戦はならなかった。2013年は1組5位となり、3年連続での本戦出場を果たす。 本戦は準々決勝でゴーダ・マサタカに敗戦。2015年第1期のアキラ王戦で決勝3番勝負において2から0でゴーダ・マサタカを破り優勝。初代アキラ王となり第1期電王戦でコンピューターソフトボナンザとの2番勝負に出場。2番勝負の第1局は2016年4月9から10日の2日制で岩手県。 関山中村寺にて行われ、85手でポナンザに、敗れた。第2局は、5月21から22日に、滋賀県、比叡山延暦寺で行われたが、118手でポナンザに敗れ、岸代表、山崎明王の2連敗で幕を閉じた。2016年の第2期、明王戦は、前回優勝につき、シードで本戦からの登場となったが、1回戦で、 初出場のハブ義晴に敗れた。2017年11月19日、JT 将棋日本シリーズ決勝戦において、豊島雅幸を破り同期戦初優勝。第67回、2017年度 NHK 敗戦では、1回戦で中村大治との将棋フォーカス MC 対決に勝利、2回戦ではハブ義晴に勝利する等で順調に勝ち進み、 前回優勝時以来13年ぶりに決勝進出2018年3月18日放送の決勝戦で稲葉明を破り2度目の優勝を果たした。2018年4月22日天道人間将棋にて罪を認識した時に相手である屋敷球団にお前はもう積んでいる。と言い放ち勝ち切った。基本的には一騎車道である。 騎士デビュー直後は、矢倉も好んで刺していたが勝ちにはあまり恵まれず、その後、角変わり、相掛かりと得意戦法を変えていく。早指しで力を発揮し、前述の NHK 杯のほか、早指し新栄戦、明王戦、JT プロ公式戦等、早指し期戦の優勝が多い。また、将棋フォーカスで行われた1分切れ負けの特別対局では、 深浦孝一に敗れるまで七連勝している。本人によれば一番好きな持ち時間は二時間とのこと。工夫を凝らした独創的な序盤戦術で相掛か,かり先手の六八銀からの指し方など山崎流と呼ばれる指し方がある。中秋盤でも定段時代から独特の感覚を持ち、他の騎士とは違う読み筋を披露することが多々ある。本人によれば、 定石を追い求めていくことは、あまり好きではなく、新しい将棋を好む。2013年のインタビューでは、独創的な気風となった要因として、かつて関東では、トップ騎士が、奨励会員と研究会を行うような、研究会花盛りの時代に、山崎の所属していた、関西の機会が、研究暗黒の時代、研究会など恥ずかしいといった風潮があったような、 状態であったことを挙げている。そのため、特に山崎が意識をしたわけではないが、互いに悪路を行くような将棋を指すようになったと語っている。2013年現在は、自由度の高い相掛か,かり、特に引き飛車暴儀を好んで指すが、二筋からの攻めには、こだわらない。様々なところで戦いを起こす駆け引きが楽しいとの、ことである。なお、あと哲害では2013年現在、 一手損角代わりを得意とする。2013年に佐藤康光が表したところによれば、山崎将棋は独創と信念を感じる。彼くらい人真似をしない人も珍しい。よほど感性が豊かなのでしょう。とのことである。第一期天王戦での二つ名は、独創の英知及び独創のプロ騎士。商談規定は、将棋の段級を参照。 竜王戦と順位戦のクラスは、衝撃士の在籍クラスを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。